おまんじゅうはクソゲーの夢を見るか。今回は久しぶりに雑談をしていこうと思うぜ。最初のテーマはストレスについてだよ。仕事、学校、人間関係。ストレスの原因となるものは様々だが、その影響は侮ることができない。人によっては胃腸がやられたり、頭痛がしたりと肉体的な不調を訴えることだろう。またやる気が出なくなったり、布団から起きれなくなったりと、精神的な面でも問題が起きる。そして我々のストレスの原因といったら、もちろんクソゲーなんだよね。我々はここ2ヶ月以上、一日も休むことなくクソゲーをプレイし、動画編集を続けてきた。まあそうすると体調が崩れるんだよね。体がないのに体調を崩すとはこれいかに。当然のことながらストレス発散はしないといけない。一般的なストレス解消方法としては、遊びに出かけたり、美味しいご飯やお酒を飲んだり、体を動かしたり買い物したりというのが挙げられる。では我々のストレス発散方法は何か。一番は買い物だね。しかし我々に体はなく、服を買うこともない。お酒も飲めないしギャンブルにも興味はない。では何にお金を使うのか。まあクソゲーだよね。ありがたいことに広告費やらスーパーサンクスなんかで、それなりの額をいただけているんだが、いつもありがとうね。そのお金の行き着く先はクソゲーとなっている。食費や光熱費やら、家計簿をつけるとしたら、一番重くのしかかるのがクソゲー代となっているよ。また録画機材や PC などだな。クソゲーのストレスを発散させるためクソゲーを買う。それがまた新たなストレスを生み。クソゲーで得たお金でクソゲーを買う。この悲しみの永久期間は完全無欠のように思えたけど、我々ハグルまんじゅうが持たなかったよ。最近やけに体調が悪く、そろそろ休まないとやばいなと思っていたんだが。ここで冒頭の、おまんじゅうはクソゲーの夢を見るか、に戻るぜ。まあ見るんだよね。クソゲーをプレイしている夢を。もともとお昼寝などで眠りが浅い時、音楽などをかけているとそのアーティストが夢に出てきていたぜ。他にはアニメだとそのキャラが夢に登場したりね。結構お得な能力なんだが、自分でコントロールできるわけじゃない。出てくればラッキーくらいなんだけど、疲れで眠りが浅くなるのか、余計なクソゲーまで夢に出てくることがあるんだよね。いつものモニターの前で、自分の脳内が作り出した架空のアクションゲームを遊ぶ。内容自体は全く覚えていないんだけど、その操作性のひどさを冷静に判断しつつ、自分の中で言語化する作業をしているんだよね。つまりはいつもの作業を夢の中でもしているってことだぜ。これまでにも何度かあったんだけど、これを我々は脳からの SOS サインとみなし、完全なオフの日をも受けたよ。我々の固まった薄皮を揉みほぐしてもらったり、地元の温泉に入りに行ったりしたぜ。これで温泉まんじゅうにランクアップしたんだけど、だいぶリフレッシュできたんじゃないだろうか。動画を作るのが趣味みたいなもんなので、つい毎日やってしまうんだが、もうちょっと休みを入れた方がいいかもしれないな。まあそれができなくて、ついコントローラーに手が伸びるんだけどね。我々に手はないのにな。まあお休みしますよって話じゃなく、お休みしてましたよって話だね。そしてついでなのでもう一つ小話を。うちにはたまに親戚のガキンチョどもが遊びに来るんだけど、それにまつわる話。まあどういうわけか大変な疲れていて、まとわりつかれることになる。まあそれ自体は楽しいのでいいんだけど、子供たちが私の部屋に興味を持ってしまったんだよね。例えばガンプラとかフィギュアだとか、そういった趣味を持つ人は、子供の恐ろしさがよくわかるかもしれない。奴らはそういったおもちゃが好きな上に、扱いが雑だからね。我々はその対策として、リビングの一番よく見える場所に、スイッチをこれ見よがしに置いているんだが、どういうわけか誰も引っかからない。とことこと我々の部屋にやってきて、大量に置いてあるレトロゲーム機で遊びたいと言ってくる。はっきり言って我々の部屋に、壊されて困るゲームはほとんどない。だってほとんどがこの先二度とプレイすることがないであろう。クソゲーだからね。まあ
高額なうんこではあるんだが、問題は値段などではない。問題は我々の部屋に真っ当なゲームがないことなんだよね。このゲームやりたいと言われたカセットが、ことごとくクソゲーなため、子供の情操教育に悪影響を及ぼすのではないか、ゲームを嫌いになってしまうのではないか、そこが一番の問題になるぜ。たけしの挑戦状くらいだったら普通にやらせるけど、アクション52を持ってこられた時は頭を抱えたね。そこらに放置しておいたデスクリムゾンを、目ざとく見つけてきた時は、ザ・ハウス・オブ・ザ・デッド2にすり替えて、なんとかことなきを得たぜ。しかし一番困るのはスチームのゲームをやりたいと言われた時。我々のライブラリはすでに声ダメとかしていて、犬も歩けばクソゲーに当たるというくらい、まともなゲームが少ない。この間シンプシミュレーターをやりたいと言われた時、将来はクソゲー実況者かシンプか、はたまたその両方か。ちょっと将来が心配になったよね。まあそんなクソゲー愛好家養成場みたいな、悲惨な環境で日夜過ごしているんだが、これからも健康に気をつけつつ、投稿していくのでよかったら見ていってね。ということで久しぶりに中身のない雑談動画だったけど、今回はここまで。